石井清石井清は、日本の舞踊家、ダンサーである。いずれも作曲家の石井勘、石井牧は息子、石井五郎は弟、また舞踊家の石井登は孫、石井武は彦である。1886年、秋田県山本文化岩川村に、石井隆吉、初夫妻の長男として生まれた。1893年、下岩川尋常小学校に入学。 喫音の友人の口真似をしているうちに自らも喫音となる。1897年に森竹神城小学校の高等科に入学したが、友人との交流を優先して学業を怠るようになった。これを問題視した父の隆吉は、維新を、野城港町の定常神城高等小学校の高等科に転校させ、野城の親戚の家から通学させた。1901年に、 秋田県立秋田中学校に入学、学生寮で寮生活を送るが、落第から1年の延長教育となった。卒業予定の1906年11月、同校で教鞭を取っていた、青柳由美の影響から、校内ストライキに連座して、同校を退学となる。作曲家を志望して、1909年に上京。押し掛け弟子として、大町慶月や小松光介の門を叩いたが、 受け入れられず、喫音経験のあった、京月の紹介で、伊沢修士経営の落石者で骨音矯正を行う。その後に、中村千代松の紹介で、同郷で流行作家と言われた、小杉天外の書生となり、雑誌、無名通信などを一時期手伝うが、摩擦から天外の家を去る。ほどなく、三島総船の家の居候となり、創作活動が低迷していた三島の家で、 中村村親加藤武夫と交友した小説の修行をしたが、自らの文学的才能に見切りをつけ、三島の家に同居したまま1910年9月に帝国劇場還元楽団の団員見習いとなる。しかし、帝国劇場から退与されたバイオリンを3頭により、無断で入手された上、そのことが帝国劇場側に露見したため、2ヶ月で見習いを、クビになる。 三島の家を出た石井は、友人の水森亀之助や加藤武雄の家に転がり込んで生活していたが、1911年、帝国劇場の歌劇部解説に伴い、楽団員の同情ある働きかけで、見習い団一期生として歌劇部に入部、石井早四郎の芸名で稽古に入り、早くではあったが、1912年2月の熊野で初めての舞台を務めた。歌劇部を卒業後、 1914年2月に、帝劇の俳優となる、三浦玉木に美声を認められ、帝劇過激で活躍したが、ロンドンから招聘した、イタリア人指導者、ジョバンニ・ビットリオ・ローシーの厳しい指導に反発して、反撃したことから、帝劇を解雇され、以後は、浅草オペラなどで活躍した、山田工作の協力で、創作舞踏へ転身、新婚の夫人と今日別にして、 赤坂の東京フィルハーモニー練習所に寄居しながら集中した練習に取り組んだ。石井林を改め、石井清の芸名で1916年6月から、幼い薫の新劇場第1回公演、第2回公演に出演した。大正時代、欧州や米国にわたり、現代舞踊研究、モダンダンスの尖閣者となる、黎明期の宝塚歌劇団等の指導も経て、作曲家、 山田光作らと組んで1916年に舞踊師運動を起こすなど、日本人にとっての新しい舞踊という境地を大きく切り開いた。1921年、ドイツに渡る。1923年4月ベルリンのブルトナーザールで舞踊家としてデビュー。マリー・ビグマンのノイエ・タンツを学び、チェコ、ポーランド、フランス、ベルギー・米国で講演。 1927年3月25日公開、直木35監督映画、一寸帽子に出演。1928年、自由が丘に、石井清史舞踊研究所を開設。1942年11月5日夜、日比谷公会堂において、舞踊生活30年記念公演として、高村光太郎の詩、地理の書による、新作舞踊を発表する。作曲、石井五郎。 朗読、南部国彦、合唱、玉川学園合唱隊、石垣洋子、リアヤガラ10人の踊り手による、1955年、英点制度改正により新設された、死守法省の第一号受賞者となった、主な弟子に、大野和夫や最小期、石井緑らがいる、慢性向上宣言のため、1962年1月7日に、東京神田の安塚盲堂病院で死去。 75歳ボーありがとうございます。